はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの方でわりかし重要っぽいこのゲームエンジンのアップデートについてというのが出てきたんで、それについてちょっとお話解説をしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速見ていくんですが、ご利用いただきありがとうございますと、9月上旬に、予定しておりますアップデートについて、ゲームエンジンのアップデートを行い Unity 5から Unity 2018でいいのかな、これに移行いたします。この Unity っていうのはゲームを作るツールと思ってもらえれば大丈夫です。まあそれが、5から2018のやつに変わりますよという感じですね。これにより一部 iOS 端末に関して、動作確認中とさせていただいておりました、ゲームプレイ中の動作が断続的になる現象が解消されます。 Android 端末においては一部の画面のローリング速度が改善されますと言ってるんで、まあ iPhone X とかが対応してなかったんですが、それが対応されるということかな。で、 Android に関してはローリングが解消されるということで、まあ速度がちょっと上がったりするかもねっていう感じですね。で、これに伴って、ゲームエンジンのアップデートをいたしますと、かねてより、非対応とさせていただいている、いくつかの端末におきまして、最新のアプリケーションがインストールできなくなる、ほかゲームが正常に動作しなくなります。プレイができなくなる端末は以下の通りです。まず1つ目、 iOS10.0 未満の端末、Android 4.1 未満の端末であってるよね。で、インテル CPU 搭載モデルの Android 端末、後日プレイできなくなるインテル CPU 搭載モデルの一覧を、掲載いたしますと書いてるんですが、これ未満の方は今後 FGO がプレイできなくなるんで、そこは注意してください。ただこれに関しては、まあ、ただアップデートすればいいと思うんで、 iOS に関しては今2ぐらいアップデート来てるんじゃないかな、11だったっけ、ちょっと覚えてないんだけど、それするだけなんで、まだアップデート、 iOS のアップデートしてないよっていう方は、今のうちにしといた方がいいかなと思います。で、 Android に関しては正直自分使ってないからわからないんだけど、もしかしたらアップデートするだけで解消されるかもしれないんで、まだアップデートしてない方はやっといた方がいいんじゃないかなと思います。で、該当の端末をご利用の皆様におかれましては、引き継ぎナンバー発行および、推奨する動作環境への端末変更をお願いいたしますと書いてるんで、まあ多分どうなんだろうな、今のうちにとりあえず引き継ぎのコードだけは、取っておいてくださいということだね、これに関しては。なので、まあ買い替える目的っていうのは変だけど、まあそれの目安として今とりあえず引き継ぎナンバーとかいろいろやっておくっていうのはありなんじゃないかなと思います。で、ゲームデータの引き継ぎに関してはこちらご覧くださいって書いてるんで、まあ、簡単にすることできるんで、まあまあ別にいいんじゃないかなと思います。そして次、動作環境なんですが、推奨 OS に関しては iOS11.0 以降、対応 OS は10.0 以降、対応 OS でない場合はプレイできません。端末に関しては iPhone5 以降、 iPad mini 2以降、2以降か、そして、iPad touch、第6世代以降、これより前のやつは、もう FGO プレイできなくなるんで、そこ注意してください。で、 Apple の互換性、 Apple Store の互換性ではなく、こちらに記載の動作環境をご確認ください。 iPad Touch 第5世代以前、 iPhone 4S 以前の機種はプレイできなくなります。ベータ版としてリリースされている OS は非対応ですと書いてるね。そして次、 Android に関しては 4.1 以降、対応 OS でない場合はプレイできませんと、推奨 RAM が 2.0GB 以下、以下じゃないね、 2.0GB 以上のスマートフォンおよびタブレット、必要ラム数は 1.5 以上のやつですね。まあこれに関して、ラムの説明なんですが、まあラムに関しては、俺もちゃんと覚えてちゃ覚えてないんだけど、確かメモリじゃなかったっけな、ランダムアクセスメモリ、そうですね、まあこれに関しては、まあほとんどの方が気にせずに超えてたりとかしてるんで、まあここも気にする必要はあまりないんじゃないかなと思います。まあ基本多分2GB 以上搭載してるやつが多くなってると思うしね。で、1.5GB 未満の端末では、
プレイすることはできないので注意してくださいと。該当 OS をご利用のお客様はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。今後ともフェイトグランドオーダーをよろしくお願いいたしますと書いているんで、まあ、まだここに対応してない人に関しては、まあ、端末を買い替えるなり、まあ、アップデートをするなり、何らかしらしといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただこれをするおかげで、もしかしたらね、ここには表記されてないんですが、まあ、10R とか 10S のやつが対応される、iPhone だった場合そうだね、対応されるってことになると、まあまあいいかなと思うし、まあ、結構古い、まあ、携帯、iPhone とか Android だった場合、もう最近だと、まあ、あまりゲームとかが動かないっていうこともあるから、まあ、買い替える目安として、まあ、今買い替えようかっていうのはありかなと。まあ、ただその携帯に愛着を持って変えたくないっていう方に関しては、まあ仕方ないとは思うんですが、まあ快適にプレイするには最新の機種を買うのが安定って言われてるんで、まあ FGO に関しては iPhone8 が最適解じゃないかって言われてるんだけど、まあ iPad があるか、 iPad とかいろいろあるか、まあなんとも言えないんだけど、まあそういうのがあったりするから、まあもし今後買い替えるの何らかしら考えたいなと思う場合、FGO したいと思う方は、これプレイできなくなる端末ではなく、ちゃんとプレイできる端末を買い替えた方がいいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.